ゴリラでございます。ゴリラでございます。ゴリラスポット、ゴリラでございます。説明しよう。このチャンネルは、ゴリラが大好きな映画を語ったり、止まらない物欲に見もだえながら、お絵描きや造形、はたまたおもちゃのカスタムに、オリジナルグッズ制作などなど創作活動をしながら、ハッピーをシェアするチャンネルだよ。はい、ゴリラでございます。今回はですね、バイクに乗ってる時のアングルチェックをしていきたいと思います。で今回、ウランジっていうですね、ちょっとGoPro 用のマウントを手に入れたので、それを使ってですね、新しいアングルが撮れるんじゃないかなと思って走ってみてます。もう今現時点もこれウランジつけてるんですが、だいたいカメラ一番メインなのは、一番多いのはやっぱ GoPro だと思うんですけど、この GoPro どこにつけるか問題っていうのがありまして、で一番多いのはヘルメットの顎とかこめかみあたりヘルメットにつける。で次に、ネック首ですね、首からぶら下げるやつがあるんですけど、でその後に、チェスト胸ですね。でこれメリットデメリットがあって、ヘルメットの方に取り付けるっていうのは、例えば右側にあそこにすごい綺麗な海があるとかさ、あそこの建物がうわスカイツリーがでかいとかってこう左右とかね、いろいろ振り向いた時にちゃんとカメラがそれに追従してアングルがそっちにね向かうんですよね。なんですが、顎周りにあるので、つまり、ちょっと位置が高くてハンドルとかちょっとバイクが映り込みにくいっていうのがあるんです。でこれが、今まで俺がやっていた場所がまさにその顎につけてました。で、次にですね、先ほど言った首と胸、これ大体メリットデメリット一緒なんですけど、首と胸はですね、このアングルがね下に下がってくる分、こうやってね、ハンドルとあと、この辺のね、コックピット周りが映るんで、バイクに乗って走ってるぞっていう感じもすごい出るし、何の車種に乗ってるかっていうのもねすごい伝わりやすいんですが、デメリットとしてその先ほど言ったように、あそこに海があるとか、うわ大きな山があっちに何々、あ動物がいるとかって振り向いた時に、首とか胸ってよっぽど体ひねらないとそっちにね GoPro が動いていかないんで、基本真正面でしか撮れないっていう、こういうメリットデメリットが双方あるんですね。で、俺は途中からやっぱりアングル下げようかなと思って、左右に首振ったりするのはちょっと犠牲にしようと思いまして、一回ねネックに、このウランジっていうのもすでに使ってるんですけど、それがね、トラさんの見た風景で柴又行った時の回、あとこの間ね、友達の住んでいる湘南に行った時の回、これはですね首のところのジャケットのね首の襟のところにこうマグネットでパチンパチンと左右つけて、走ってました。なので全然左右でね、特に湘南行った時海だっつった時に海が映らなかったりとかしてもどかしかったんですけど、その分ハンドルとかも映ってバイクの走行感は出たんです。では早速どんな風に取り付けているか、こんな感じで取り付いております。はい、ここ顎からすげー伸びてます。もともと使ってたやつがあるんですけど、それに延長してこのウランジを取り付けて、はい、このウランジですね、これは S 極で、この N 極側にパチンとこれでくっついちゃうんですよ。ですごい磁力が強力なんで、ちょっとやそっとじゃね全然剥がれない。でその辺はね落ちる心配今んとこないんですが、はい、こんな感じでこれで、下の方に胸の方にねアングルはさらに下ろしながらも、ヘルメットで右左振り向いた時にちゃんとアングルも変わるんじゃないかなという、そういった魂胆でございます。はい、見た目はこんな感じです。だいぶ間抜けといえば間抜けだと思います。ぶっちゃけね、でもほらこう右左向くとねちゃんと GoPro が動くので、ちゃんとねいいんじゃないかな。でこれブラブラしても外れませんしね。はい、では早速右左向きながら、はい、もうアングルチェックスタートですね。ちゃんとアングルは下に下がってハンドルとか入れつつ、右左振り向いたらアングルもそっちに、カメラの方向も向くとパンするっていうやつですね。あ、そうで、ここでちょっとねレンズ補正、はい、プレミアのプロによるレンズ補正を入れてみました。これレンズ補正っていうのは、広角レンズを GoPro は使ってるので、これをねあまりにもグニャンと歪んじゃってるんで、それを補正するんですが、その分絵がね広がっちゃうんで狭くなるのと逆だ。一回戻します。はい、こんな感じです。そうだから画面の歪みがねちょっと不自然っちゃ不自然なんですけど、
この程度だったら、ね、広角でバーンと広く撮っといたまんまでいいのかなという気はしております。さあどんどん走っていきたいと思います。この日は本当にすごい天気が良くて、でね、これもね、すごい下に下がったことによってちょっと上下のちょうど道路が半分、ちょうど半分下が道路で上がね空っていう、この割合も結構良くなったんじゃないかなという気はするんですけど、ではねここで、前回同じちょっとこの道で顎につけてた時に走ってる動画があるので、はい、ちょっと比べてみたいと思います。左が、顎につけている状態です。で右が今グランジで胸の方までつけている状態です。同じ場所を走ってます。どうでしょうかね、やっぱりバイクに乗って走ってる感じはやっぱ全然圧倒的に下の方は、下ごめんなさい、右側のね。でこの間これ柴又走った時です。これはウランジ、同じウランジのマウントで首元につけてるって言います。で左右には動かせないという感じなんですけど、まあ、高さ的に若干柴又の首にある方がやっぱり高いのかなっていう。さあ、この時はですね、何も考えずにずっとチェックしながら走ってたんで、気づいたらだいぶ東京湾の先っぽの方に、埠頭の方に来てまして、なんかねこの先にフェリー乗り場があるっていうのをちょっとね行ってみようかなという感じで、走っております、はい、でやっぱさっきも言ったように下半分道路で上青空もバッチリ半々ぐらいで入ってすごいいいんじゃないかなっていう。ただまあこの風貌がねがっつり正面に来るのがありかなしか、お好み分かれるところだと思います。はい、見えてまいりました、東京湾フェリーターミナルでございます。いずれねここからあのトラさんが見た風景でねフェリー乗って旅立つこともあるんじゃないかななんて、アングルチェック兼何チェック旅路チェック。でこれちょっとねあの海見えるかなと近寄ったんですけど、わかります、あのがっつりガードレールがぶっ壊れててちょっと怖い、え車なんか落ちたのっていう、っていうか確実になんか落ちたあの場所になってるんですけど、はい、ということでちょっとねこの辺見晴らしいんでバイク止めてカッコつけて休憩したいと思います。はい、フェリー、あの俺ねフェリーってもしかしたら初めて間近で見たかもしれないんですけど、あ、まああんなことないか、でもこんなでかいの見たことないです。フェリー栗林、徳島の方に行くフェリーみたいなんですけど、めちゃめちゃでかくて先っぽが見えないっていう船の、まあこのね顎からぶら下がってんのが見た目的にはなしですけど、まあ、YouTube で皆さんに見ていただくのにはありなんじゃないかなっていう。はい、ではちょっとここからですね豊洲の方にまた再び戻りたいと思います、ねえ、でね、ちょっと失敗してるんですよこの時、後で説明します。はい、でここがフェリーターミナルの受付場所っていうかあれなのかな、ここがターミナルのところになります。こんな感じになってます。あのご利用される方の一応参考になればと思ってカメラ回しておきました。こんな感じです。さあさあさあ出発したいと思います。はい、で、先ほど言いました失敗なんですけど、何を失敗してるかっていうとですね、お気づきの方いらっしゃると思うんですけど斜めになってるんです。ちょっと今ね左向いちゃってるんですけど、もうカーブなんで分かりづらいですけど、ちょっと左下がり右肩上がりみたいな上がっちゃってるんですね。これなんでかっていうと、あのさっき見ていただいたように GoPro が下の方までぶら下がってるので、右左していくうちに洋服にぶつかってジャケットにぶつかったりとかして曲がっちゃってるんですよ。これまたね角度変わってるでしょ。そうなんですよ、これがちょっと改良の余地あるかなっていうか、改良できんのかな、ちょっとねこれはね、まあまあ走り出す前に一回チェックすればいいんですけど、GoPro がちょっと痛いな。あ、でここちょっとね前傾になってみました。これはねあの長い分前かがみになっても角度を曲げられたので、ネックをマウントをねちゃんと正面をあの映したまんま前傾姿勢で走れるのがいいなと思いました。ただまあ斜めになってますね。
からですね、豊洲のララポートに行って最後ちょっとカフェで、お茶して帰りました。でね、ここ豊洲のララポートなんですけど、バイクの駐輪場がすごいいいなと思ったんですよ。で、まずですね、ここもうねすぐ止められるところが見えてくるんですけど、ここがですね、3時間まで、ね、確か無料なんですよ。でさらにですね、止める際にぶっといチェーンでもう常設されてて、ぶっといチェーンで止めることによって、駐車時間スタートみたいな感じのシステムになってて、でこのね、わかりますかね、あ、これもうこれで、ね、がっつり止められるんですよ。でこれガチャンって止めて、ここから3時間無料みたいな。でしかもここすごい人通りも多いし、だからね、いたずらとか盗難とかもされづらいんじゃないかなという感じです。休日祝日はすごい混むんで、ね、ちょっと場所を考えなきゃいけないですね。すごい一台一台がスペースがあってです、ね、はい、というわけでこんな感じで、お届けしました。もしね参考になりましたという方よろしければグッドボタン、そして、ここねまた見ていただければと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバイ。